5秒前4、3、2、1ええじゃないか B 面50回記念やってまいりました、回を重ねて50回目という、はい、来ましたこの B 面、はい本編の番組500回を記念して、はい、それに向かって配信しようって言ってたのを、はい、番組も500回を無事に来まして01個並んできましたそうだね、はい、で番組の本編の方はもう600回に近づこうという、はい、本当ですかまだまだまだですけど、うん、今年のね11月とか12月に確かね600回目に順調にいけばねなりそうだということでございまして、はい、まあ、今回はこの B 面50回目を記念して、はい何を喋ろうかと、うん、やっぱりハッピーなことがいいん で、 そうです、ね最近食べた美味しかったものの話、はい、美味しかったもの食べてます？プライベートでね食べてますけど50回記念に50回記念にやっぱふさわしく、はい、ふさわしいです最近食べて美味しかったものの話、はい、分かりましたお願いします、はい、じゃあ萩ちゃんからいいですか、はい、あのね今もうすっごいハマってるものがあって何何何イカの、うん、あのサキイカではなくて、はいはい、あのノシイカうんあのペラペラーってなってるやつねペラペラので甘辛い焼き付けがしてある、うん、あれの、うん、なんかね私好みの甘辛スルメっていうものが、うん、それなんかコンビニかなんか売ってるのコンビニとかいくらぐらいのものそれはね、サイズがね、うん、これね、ちょっともう熱くなりますけど、サイズが、はい、小、中、大ってあるんですよ。おー、そう。そう、で、あの、100円ぐらいのものと、うん、食べきりパックみたいなね。はい、200円ぐらいのちょっとサイズと、あと400円ぐらいの、うん、いや、もうこれはもう3日お得よ。はい、楽しめるねっていうのを、あの、なかなかでも売ってなくって、そうなの。コンビニさんとかスーパーさんとかでしか、うん見かけないんですけど、でもなんかどこにでもあるわけではなくて、なので見つけるとすぐ買うんですね。あしかも全部。で、そこには置いてあるんだと思って、次の日行くとまだ補充されてなくって、ね。店員さん何してんだって、ね。そうそうそう、バカバカバカと思って。タイトル何それ？素材にもこだわりました。ああ、素材にもこだわりましたシリーズあるね。ね、あれの。あのノシイカ版甘辛スルメっていうのがねそれ結構さ電車とかの駅のさそうですにも、はい、あるよねありますありますなんかねあのアーモンドとかあのなんか天イカ、うん、はあるんですけどあのそのね甘辛スルメっていうノシイカバージョンがねあんまり出回ってないんですよいいねうまそうだなこれをねあの頑張った日のご褒美そうかお酒飲まないのに酒のあてみたいなのが好きだよね、はい、そう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 なんですよわかりました、はいはいはい、もしよかったら皆さん、はい、ぜひぜひ皆さん購入してみてください、はい、あのもしガッてなければその店でハギちゃんが全部買ったってことですねそうですね、はい、僕はね、はい、あのちょっと似たような感じなんだけど、はい、僕も酒のあてにいいやつで、うん、初めて食べたのがこの番組のロケの京都終わりかな京都の駅で売ってたんだけど、はい、あのね柿の種の柿ピーの紅生姜味えうまいよ美味しい大阪にも売ってるかな今ここ大阪でしょはいだから期間限定とかではなくていや多分ね違うね通年で出てる多分出てると思う紅生姜味でも紅生姜の天ぷらあと串揚げ ありますねあるじゃん大阪で、はいはいはい、あれをあれの味を再現みたいなだから関西エリアってが多いのかな関東でも売ってるかなちょっと僕が見てないだけあれかもしれないけど、あれがね一口食べてきたこれなるほどと食感はもちろんカキピーなんだけどその味がさ生姜のタレあので真っ赤っかなのよちょっとね衣がついてんのカキピーにこれでね一袋食べるとちょっとね、塩分が強すぎる感じになっちゃうんだから、はいはい、半分ずつぐらい食べきりパックだけど半分ずつぐらいがいいかもちょうどいいドリンクとかもいいね、はい、というわけで、50回記念でお送りしました、はい、僕らの最近食べて美味しかったものの話、はい、幸せだったもんだということでございまして次回は最近嫌だった話、はい、を配信しますお楽しみに、またねー